こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はこちらの商品ご紹介したいと思います。エレクホームズって読むんでしょうかね、このブランド名。エレクホームズさんからご提供いただきました、超音波式のアロマ加湿器になります。こちら、この絵で書いてあるように、タンクの上面から直接水を注水できるタイプの加湿器になります。面白いのは、これ単なる加湿器の機能だけじゃなくて、アロマディフューザーの代わりになったり、あとこれ自体が、ライトの役割もしているインテリアにもなるような、1台3役の加湿器なので、ちょっとですね、Amazon で、この加湿器の特徴を見てみたいと思います。はい、こちら商品名がエレクホームズ加湿器超音波式 LED ライト付き大容量4リットル卓上加湿器 PSE 認証上から注水噴霧量調節可能長時間連続稼働次亜塩素酸水対応秋冬の乾燥対策静音体木防止機能タイマー機能省エネアロマ対応という商品名の商品になります。今現在 Amazon でのお値段が3599円でポイントが72ポイントつくようになってますけども、で今こちらクーポンが 10% オフついているので、これを適用すればですね、さらにこのお値段から 10% 引きになります。はい、商品の特徴を見ていきますけど、エレクホームズ 3-in-1 ということで、こちらですね、多機能超音波式加湿器という触れ込みになってます。何が多機能かというと、単なる加湿器機能だけじゃなくてアロマディフューザーの機能やナイトライトの機能もついているということで、 3-in-1 の機能を持っている加湿器ということになります。はい、もうちょっと詳しく特徴を見ていきますと、まずですね、加湿量が4リットルの超大容量というのが特徴になります。結構ね、加湿器って毎晩水を入れてもですね、1日ですぐ空っぽになっちゃったりするので結構めんどくさいんですよね。その点これ4リットルあればですね、2日から3日は持つんじゃないかなと思うので、かなり長持ちしますね。ここに書いてあるのだと、4リットル入れて最大加湿量が 300mL/h ということで、最大40時間を通じて連続稼働させることができますということですね。ずっとつけっぱなしで40時間も加湿ができるっていうのは相当長いんじゃないでしょうか。はい、それからですね、好きな加湿量を自由に調整ということで、無段階調節式でタイマー機能もついてます。無段階調整式を採用しているため、好みの加湿量を自由に調節できます。タイマー機能で従来にない2時間から12時間の6段階オフタイマー機能も搭載しています。確かに6段階のタイマーってかなり多いですよね。今私が使ってる加湿器は3段階ですね、確かタイマー機能は。それから独自の調整静音技術ということで、動作音は静かな 28dB 以下のため、睡眠中でも安心してお使いいただけますということです。それから2段階明るさモード&消灯設計ということで、夜間照明としても使用できる、これナイトライトの機能も兼ねてるんですよね。優しい光で作り出される美しい夜の雰囲気が疲れた体を癒します。ボタンを短く押すと強光モード、強い光ですね、弱光モード、消灯モードを切り替えることができます。3段階なんですね、明るいのと暗めなのと明かりを消すモードが切り替えられるということです。それからアロマオイル対応ということで、好みのアロマオイルを入れれば潤いとともにアロマの香りが部屋中に広がります。通常のエッセンシャルオイルが本製品を腐食の原因になることもあるため、水に溶けやすい性質を持つアロマオイル、水溶性アロマオイルを使用することをお勧めします。アロマオイルに対応してはいるんですけど、その種類によっては腐食の原因になっちゃうので、買うときは注意して選ばなきゃいけないということですね。水溶性アロマオイルがいいということです。それからお手入れ簡単ということで、便利な上から給水タイプ、上からの給水タイプで面倒なタンク外しもなく簡単に給水できます。大口径なデザインで洗いやすく、お手入れも簡単ですということですね。これね、上から給水って意外と便利なんですよね。で、今使ってるやつは2リットルタイプなので、ペットボトル1本入れたら結構いっぱいになっちゃうんですけど、こちらは4リットルということなので2倍入る感じになりますよね。その給水の回数が減るので、かなり使い勝手いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ早速開封していってみたいと思います。よいしょ。
はい、内蓋にハローって書いてます。はい、一番上にトリセツと、これはなんかお手入れ用のブラシもついてますね。はい、掃除用のブラシだと思います。それから説明書は、はい、完全日本語対応、図解で非常に分かりやすいですね。はい、こんだけ詳しく載ってるので、すごく分かりやすいと思います。お手入れの仕方なんかもちゃんと載ってますね。はい、それからなんかいらっしゃいませというウェルカムカードが入ってました。はい、じゃあ本体の方を取り出してみたいと思います。よいしょ。はい、取り出します。いいよ。はい、こんな感じで見た感じ真っ白気ですね。はい、こんな感じで見た感じかなり真っ白気な印象ですね。はい、出してみましょう。あ、持った感じは結構軽いです。まあ、お水入ってないせいもあるけど、本体かなり大きいんですけど、全然軽いですね。で、上になんか注意書きの紙がありました。はい、本体こんな感じで、すごいおしゃれなデザインですよね、これ。で、上面はこんな感じで、ここから多分水蒸気が出ると思うんですけど、この横のところに溝があって、ここからですね、給水できるんですね。で、タンク自体も外れて、蓋も取れますね、ちゃんとこれ。はい、蓋取ったら、中に箱が入ってて、これが AC アダプターかな？はい、AC アダプターが入ってました。PSE マークちゃんとついてます。はい、で、本体の前面につまみがあって、これがスイッチですね。一番左側でオフで、はい、ここでカチッと言います。で、ここからこのマックスまでの間で加湿量を調整できるんですね。これ無段階調節なんですね。はい、今ちょっと比較のために今使ってる加湿器も持ってきました。こちらはですね、ドリームエッグさんから提供いただいたやつなんですけど、これ毎日私愛用してます。で、こっちの方はですね、電源スイッチが前にあって、これをタッチするとオンになるんですけど、加湿量は調整できません。オンかオフだけです。で、それに対してこちらのエレクホームズさんの加湿器は、この少ない量から最大量まで無段階で調節できるので、弱めにすればですね、この大容量のお水をさらに長時間にわたって使うことができそうですね。それからもう一つ大きな違いがあるんですけど、この加湿器両方とも上面から給水できるタイプなんですけど、こっちの方はですね、上の蓋をこう外して、ここから水を入れるわけなんですよね。で、片やこっちの今回ご紹介する方のエレクホームズさんの加湿器も同じように上面給水タイプなんですけど、この蓋を取ってここから入れなくてもですね、この蓋をしたままでここから流し込めるんですよ、お水を。で、これ何がいいかと言いますと、こっちですとね、ここから水を入れるときに注意しなきゃいけないのは、この真ん中のこの部分、ここの中に水を入れたらいけないんですよ。ここに水入れるとですね、まともに加湿できなくなっちゃうんですよ。なので、結構ですね、この狭い範囲のところで水を注ぐのに、ここに入らないように注意しながら水入れるの、結構これ大変で、下手したらですね、この外側にちょっとこぼれちゃったりとかもすることもあるので、そこがですね、ちょっと注意点でした。で、それに比べて今回のこのエレクホームズさんのやつは、外したら当然ね、この中心の筒があるんですけど、ここに水が入っちゃいけないんですけど、この蓋をしたままで注ぎ込めるので、安心してですね、水を注げるのがいいところだなと思いました。はい、じゃあこの2つの加湿器に今から水を入れていって、ちょっと入る容量の差を見てみたいと思います。こちらのウーロン茶の2リットルサイズのペットボトルで何本分入るか見てみたいと思います。じゃあまずはこっちの今使ってる方の加湿器の方から入れていきます。上の蓋を開けて、ちょっとね、水がこぼれてもいいように今下にタオルを引きました。はい、じゃあまず2リットル入れてみます。はい、この時にこの真ん中の芯に水が入らないように微妙な勢いで入れなきゃいけないので、1本入れるの結構時間かかります、これ。はい、2リットル1本入れたらもう7分目ぐらいまで入りましたね。まだいけますね。はい、じゃあ2本目入れてみます。で、これ多分ね、上までギリギリ入れちゃうとダメなんですよね。入れていい範囲っていうのが決まってると思うんで、ちょっと見えづらいと思うんですけど、この辺にですね、マックスの線があります。これ以上上には入れちゃいけないということなので、ここまで入れます。
はい、だいたいここがですね、マックスの線なので、ここまでですね。はい、そうすると、2本目は、2割ぐらいしか入らなかったので、まあ2リットルとちょっと、2.2 リットルから 2.3 リットルっていうところでしょうか。はい、じゃあ今度はこっちのエレクホームズさんの方に、最初の1本目2リットル入れてみたいと思います。ここから注ぎ込めばいいんですよね。よっ、こんな感じで上下に入れるような感じでいけるので、かなり楽ちんですね。これはお、いい感じで入っていきます。はい、2リットル入れた時点で水位がここまでですね。これまだ半分以下ですね。まだまだ入ります。はい、ちょっと今大変なことが起きました。トラブル発生です。ですね、今ここに水を入れたらですね、下からバンバン漏れてきたんですよ。何事かと思って、いやもうこれ下びっしょりです。今、いやタオル引いてたからまだ良かったけど、原因は、すいません、皆さんちゃんと取説を読んでからやってくださいね。はい、原因はこれです。この新品の時のこのウレタンをちゃんと取ってませんでした。なのでこの浮きがうまく浮かなかったので漏れてきたみたいです。いや、やばいねこれ。皆さんは気をつけてください。これちゃんと取ってからやりましょう。はい、じゃあ気を取り直してもう一回最初の2リットルを入れていきたいと思います。いや今度こそちょっと漏れないでしょうね。これもうやばいよ、下びしょびしょ。はい、行きます。頼みますよ本当。ちょっとこの辺で漏れないか様子見ましょうか。大丈夫かな。はい、大丈夫みたいです。今度は、はい、じゃあこのまま入れていきます。結構勢いよく入れてもこれちゃんと入っていきますね。はい、2リットル入りました。1本目の2リットルを入れたところでこの線まで入りました。まだ半分以上入りそうですね。はい、じゃあ2本目行ってみます。よっ、もう入る入る。お、本当に4リットルぴったり入りそうですね。はい、2本目空っぽになるまで入りきりました。で、ここの線まで入ったのできっちり4リットル入りましたね。すごい。はい、じゃあこれでちょっとスイッチ入れてみましょうか。両方ともスイッチ入れてみます。じゃあまずこっちのちっちゃい方。はい、わかるかな。うっすら水蒸気見えますでしょうか。これ、はい、こんな感じでちょっと白くですね、蒸気が見えます。で、こっちの加湿器は強さの調節がないのでもうこの出方だけです。はい、じゃあこっちのスイッチ入れてみます。はい、カチッ。お、オレンジ色のランプがつきました。綺麗で、結構これ強く出てますね。この蓋の向きを変えることで出る方向が変えられると思うんですけど、はい、どうでしょう。今結構弱にしてるんですけど、それでもかなり白く見えますね、蒸気が。で、蒸気の量もこっちのが多いですね。じゃあちょっとこれ加湿量を増やしていってみます。よいしょ、これで真ん中ぐらいの位置です。はい、今このつまみちょうど真ん中です。かなりの勢いで出てますね。はい、じゃあさらに強くしていってみます。お、これはすごい。ちょっとモニター消してみますね。お、これはすごいですね。これもう一目瞭然。こっちの勢いに対してこの量の差ですよ。さすがにこれじゃですね、結構布団とかが湿っちゃうレベルだと思うので、もうちょっと弱くていいですかね、突出量。これ弱でいいですよ、弱で。はい、弱でこれぐらいの量でちょうどいいんじゃないでしょうかね。これでも結構な勢いで出てますよ。はい、でこれ今後ろ向きにしたんですけど、ここに1個ボタンがあって、これを短く押すと、はい、まず 2H のタイマーになりました。2時間ですね。もう1回押すと4時間になりました。で、もう1回押すと6時間、
もう一回押すと6と2が両方ついたので、これで8時間タイマーですね。でもう一回押すと6と4がついたので、これで10時間タイマーで、もう一回押すと全部ついて、これで12時間タイマーってことですね。なるほど。こっちの加湿器の場合は1時間と3時間と6時間、この3段階しかタイマーはありません。こっちは細かくですね、6段階のタイマーが選べます。はい、そしてこのボタンを長押しすると、このライトの明るさが変わります。はい、押してみます。はい、ちょっと見えづらいけど暗くなりましたね。でもう一回長押しすると、これで消灯かな。ちょっと分かりづらいので部屋の電気を消してもう一回やりたいと思います。はい、じゃあボタン長押ししてみます。はい、これが一番明るい状態かな。ナイトライトモードの時はこんな感じの明るさです。これすごくですね、あったかい感じの明かりでいいですね。でもう一回押すと、はい、これが、少し暗くなった感じで、もう一回押すと消えちゃいますね。かなり柔らかい光なので、一番強い明かりでもそんなに邪魔にならないと思います。私だったらこのモードで使えますね。はい、というわけで今回はエレクホームズさんよりご提供いただきました4リットル大容量の加湿器で、ナイトライトにもなるし、あ、そうそう、さっき見せるの忘れてたけど、はい、こんな感じで市販のね、アロマオイル、こういうのも使えると思うので、この中に何滴か入れたらいい香りがすると思うので、このアロマディフューザーの代わりにもなるし、加湿量を無段階で調整できて、かなりですね、こんだけの勢いで出てくる、はい、こんな感じの非常に多機能な加湿器をご紹介しましたけど、いかがだったでしょうか。こっちのね、ドリームエッグさんの方の加湿器も機能はそんなに多くないんだけど、コンパクトだし、ちょうどいいサイズで狭いところなんかにも置けるので、これはこれでまたですね、使い勝手のいい加湿器だと思うので、こちらとこちら両方とも商品リンク動画の説明欄に貼っておきたいと思います。私はですね、水を頻繁に入れるのが結構めんどくさがり屋なので、こちらの大容量の方の加湿器をちょっと今日からですね、使いたいかなと思っています。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンをよろしくお願いします。それから、チャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。